ここまでの流れを表にまとめたので、おさらい的な感じで時系列を一緒に見ていきましょう。まず1896年の12月10日にアルフレッド・ノーベルさんが亡くなると。その翌月、年変わって1897年の1月2日にストックホルムの新聞の記事にてノーベルの遺言が一般に明らかにされる。で、2ヶ月後ですね、3月24日に2人の遺言執行人が遺言で指定された各機関にノーベルの意思を伝え、選考の任務を引き受けるよう正式に依頼。で、わずか1ヶ月後ですね、4月26日にノルウェー国会が遺言を承認し、その後すぐに平和賞のためのノルウェーノーベル委員会のメンバーを選出した。だから平和賞はここでノルウェー国会が担当を受け入れたと。他がかなり渋ってたみたいですね。1年以上経って、翌1898年6月ですよ。6月、すごいですね。5日、7日、9日、11日で次々にこう、動きがありますね。まず6月5日に遺族との同意が成立。そう、さっきね、私和解って言ったんですけども、これね、文献見ると、The Agreement、同意のが近いのかもしれないですね。裁判所でお互いにも遺言についてこれ以上の請求は行わない誓いを立てるみたいな。そっからすごいですよ。2日ごとに。まず6月7日、生理学賞、医学賞の選考をカロリンスカ研究所が受け入れる。2日後9日、文学賞の選考をスウェーデンアカデミーが受け入れる。さらに2日後6月11日、物理学賞、化学賞の選考をスウェーデン王立科学アカデミーが受け入れる。ポンポンポンっていきますね。何をこう渋ってたんでしょうね。平和賞をこんなにすんなり受け入れたのに。あ、ちなみにこの日本語版のウィキペディアはこの年が間違ってるんで気をつけてください。まあ、全部の賞が同じ年にポンポンポンって決まったみたいな書き方してるんですけども、実際違くて1年以上のブランクがあるって、このノーベル賞の公式サイトに英語で記述されてるんで、私はそっちを参考にしてます。で、翌月7月4日、ノルウェー国会との交渉が完全終了。2ヶ月後、9月9日、妥協案がスウェーデン政府によって正式に承認された。でね、まあね、いろんな文献漁ったんですけど、この1899年の動きが全然わからないですね。これ何があったんですか？ここだけ全くなんかないんですよ、こういう。プロットできるようなイベントが。1年またいで1900年6月29日に勅令によってノーベル財団法が定められ、正式にノーベル財団が設立される。例の基金ですよ。勅令ってわかります？この本だと、ロイヤルオーディナンス。王室からの直々の不令、命令ですね。多分日本で言うと勅令って言い方になるのかな。要するにその国家元首、国の一番偉い人からも王様から直々にもうやりなさいっていう命令が下った形に、ノーベル財団法が定められ、これがすごいんですよ。これ何かっていうと、まあよく日本の文献だとノーベル財団規約みたいな翻訳のされ方してるんですけども、実際に英語の文献見るとこれステテュートって単語が使われてるんですね。これ何かっていうと、なんだろうな、法律とか決まりっていうのは、慣習法っていう、まあそのなんとなくこう続けてきた中で培われてきた決まり。わざわざ文章にしないけども、もう伝統的にそういう決まりがあるよってやつ。これ不文法っていうんですね。それに対して、このステテュートっていうのは、成文法とも言われていて、権限を持った機関から、きちんと制定されて、文章の形になっているような規則、法令。で、それが王室からの直接の命令によって下ってるってことは、もう、かなりきちんとした決まりですよね。もう、この規則で行きなさい。だから、このノーベル財団法っていうのは、まあ、ノーベル賞における憲法のようなもので、ノーベル賞に関するあらゆることが、このノーベル財団法にのっとって動いていくわけですね。ノーベル賞っていうものを見ていく上でかなり重要な決まりになっています。わかります？その国家ぐるみって言い方がちょっとあんまり良くないですけども、その国からきちんとこういう形で行きなさいって決まりを制定されて、その上で厳格に動いてる、まあ権威っていう観点で見た時もかなりしっかりした賞なんですよね。だまずこれが1900年の6月29日に定められて、で、たまに今改定されたりもする。まあ、最近の2002年かな、一番最近の改定は。まあ、きちんとそれに乗っ取って動いてるわけですかね、毎年。そして、このノーベル財団法ができたことによって、正式にノーベル財団というものが創設されると。3ヶ月後の9月25日に最初のノーベル財団理事会が開催。そして、翌年、1901年12月10日、ノーベルの命日ですよ。5年目の。第1回目のノーベル賞受賞式が開催されると。どうですかこれ。すごくないですか。いきなり無茶ぶりで遺言執行人に指定されて、ラグナル・ソールマン、もう一人、ウドルフ・リエクビストさんもいましたけども、ほぼまあ、ソールマン一人